レシツァは、ルーマニア西部、バナト地方のカラシュセベリン県の都市で県と。レシツァは、15世紀のリッチヨカ、リーチーチという名前が語源で、考古学的調査により、新石器時代、ダキア時代、ローマ時代の居住跡が発見されている。1673年には、リシニッツの名前で記述され、住民は、ティミショアラに税を納めていた。1717 17年の徴兵令には、 レッツィザの名前で記述されている。1771年7月3日、この地域において金属加工の重要な拠点となった。レシタ・ローミナやレシタ・マンタナといった近郊の村の近くに工場が建てられ、レシタの産業が起こった。レシタ・マンタナには最初ルーマニア人が住み、1776年にドイツ人70家族が住み着いた。 1880年から1941年の間はドイツ系住民が多かった。1941年においてドイツ系住民が12,096人、ルーマニア人が9,453人、ハンガリー系が1,861人であった。1910年から1925年まで列車は田舎のエリアだったが、1925年に 産業の発展に伴い町となった。1968年に基礎自治体となった。1989年以降、レシサの産業はその重要性を失い、ルーマニア経済とともに経済は後退した。1989年に11万だった人口も減少し、2006年には8万6千人となった。共産主義崩壊後、レシサの鉄工業は アメリカ人投資家に買われた。ありがとうございます。